はい、ケントです。今日の動画は、ピザを食べる動画です。なんで今日こんな動画を投稿するのかというと、ただ僕がピザ食べたいだけです。じゃあ早速、お腹が空いたのでピザを食べます。今日はちょっと富士市で店開いてるピザ屋さんで買ったピザを食べます。こんな感じのシーフードピザです。では早速いただきます。ピザ全部完食しようと思ったんですけど、ちょっとお腹がいっぱいなので残します。あとは家で美味しくいただきます。このピザ食べてみて思ったことは、シーフードだけに塩気があるなって思いました。今回の動画はこれで終わります。次の動画楽しみにしてください。あとチャンネル登録、インスタグラムの登録よろしくお願いします。